ちは、明星は楽チャンネルです。今日の企画は世界にいるお友達たちに今の状況を聞いてみたっていう企画です。第1弾はアメリカニューヨークに住むお友達に今の状況をインタビューしてみました。それでは早速ご覧ください。どうぞ。明星は楽チャン、各国いろんな政策を取ってると思うんですけど、ジャパンが今いるエリアでこう国とか州とか、まあ、自治体とかの対応に対する意見聞きたいなと思ってるんです。ニューヨーク州がやってることと、国がやろうとしてることは結構違くて、ニューヨークはなるべく死亡率を減らしたいっていうことで今動いていて、完全に、街を、まあ、封鎖状態になってるんですよね。アメリカ人はマスクとかそれつける文化とかはそういうことがないし、日本はお辞儀とかしたりとかそういう文化があるので、うん、ある程度距離をもう置いてるんですよ、日本であれば。でもアメリカはそういう距離がない、うん、マスクをつけるっていう文化がなかったので、それを教えるのは時間がかかってしまってて、大変なことが1ヶ月しか経ってないんだけど、でも結構、仕事がなくなった人が多いんですよ。やっぱそうだよね。 それでお酒の飲んでる人の量はね 200% ぐらい増加、それはいいことではないんです。例えば DB とかそういうケースが結構増えてるんですよ。だからもう1ヶ月持てるかどうか、個人的に私はもう1ヶ月も持てない。東京がコロナが来るってことを分かってて準備したので、アメリカ人はパニックに慣れてないんですよ。例えば、SARS とか MERS とか他のコロナウイルスとか H1N1 とか他のウイルスがあったんですけど、でもアメリカまではそんなに入ってこなかったんです。なんか東南アジアだったりとか中央だけだったりとか、それしかもなんか日本と違って北朝鮮に近いからなんかミサイルが来るとかという恐れとかがないし、そういうパニックに慣れてない国。それでアメリカ、なんか日本のちっちゃい冷蔵庫があるじゃないですか。アメリカはちっちゃい冷蔵庫がなくて、家具も全部備えてあるから、こんな感じで、それでこれが一人分の冷蔵庫だけど、こんなでかいです。だから、爆買いしようとすれば、冷蔵庫の枠が結構でかいので、結構爆買いできるので、それでパニックがさらに広がったんです。日本人みたいな感じでスーパーで行ってて、それでなんか自分が必要な分だけ分かってて、それで他の人がいるから私が買いすぎるとダメだよねとかっていうコミュニティの精神があるから、アメリカはオレオレという国だから、自分のことを最初に考える。私はいつも思ってるのは日本はいい国ですよ。よしよかった。サンフランシスコが、実は車社会です。もう本当に Google は伊東キャンパスみたいな感じで遠い、でも全員は天神みたいなところで集まっていて、1時間でバス乗ってて Google のキャンパス行けるんです。まあ街にぎゅーっと集めてるってわけではないから、だからこそカリフォルニア州の中でそんなに広がってなかったんです。でもしかもカリフォルニアにいる会社が IT 企業が多いから、もうほとんど全員はリモートワーク支援に始めて、Slack は今年の9月までに誰も、オフィスに行くのは禁止、500スタートアップも禁止。だから IT 企業が多いからこそ、そういうオンラインで仕事するための、まあ、文化すでにあったので、リモートワークする人もすでにあったし、まあ、プラスはオフィスがないんですよ。メインシャインリモート、そういう文化があったから、ザポスも同じだし、だからカリフォルニアはまだ大丈夫。人が、まあ、コロナウイルスの中で山登りしたりとかどっかのそういう生活になったんです。次に、一日の中で幸せだなって思うことってどんなことですか？せっかくアパートがあるのに、家賃を払ってるのにほとんどいないっていうことがあってて、でも今はやっと家にいるし、それでオンラインで、まあ、打ち合わせできるから、意外と仕事はやりやすくなってきたんですよね。それでステファンは実は料理を作るのは大好きな人間なので、やっと料理を作り始めたので、なんかキッシュを作ったりとか、ラザーニャ作ったりとか、パスタ作ったりとか、今まで餃子作るためのツールとかも全部買ってて、多分来週は餃子、一人餃子パーやります。日本は国民に一人10万円まで給付金とかってあるんだけど、こっちはそういうのってあるの？それはあります。アメリカは1,200ドル。1,200といえばそんなに大した金額じゃないんです。まあ、福岡とかの中心に住んでて、1DK に住んだら家賃は多分マックスが8万だけど、
でも私が今住んでるところの家賃はいくらとかわかりますか？めっちゃ高いんでしょ。想像してください。2600で。かっこいいね。じゃあ最後に一言お願いします。1日を、まあ、ルチンを守っていて、これがまあちゃんとリフレクションの時間として考えればいいのではないかと思ってます。そういう理由で今のもう本に羽を伸ばしてる。本当に伸ばしてる。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ今日の動画いかがでしたでしょうか。ニューヨークにいるステファンとつないで今のニューヨークの状態とかステファンが持っていることを聞いてみました。今回の動画いいなと思った方はグッドボタン、第2弾第3弾も見たいなっていう人はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。